皆さんこんにちは、 SEK の遠藤です。翌月曜のデイトレ注目銘柄のメール配信のご登録、日々皆さんありがとうございます。毎日多くの方が新規でご登録いただいておりますね。今日はインフォネット4444、インフォネットでストップ高を取れましたと事務局へお礼のメールをいただいた方々、皆さんありがとうございました。よかったですね。チャンスある銘柄へはしっかりとエントリーをしていただき、チャンスのない銘柄はもちろんエントリーをしないと、見送るということ、これを繰り返していただくことによって、かなり結果ですね、良い結果につながるということになります。で、今日はですね、明日用の注目銘柄のチャート解説をしていきたいと思いますので、最後まで見逃さずご覧ください。なお、メール配信の登録をですね、今初めて知ったと、こういう方は概要欄ありますのでね、概要欄から皆さんメールアドレスをご登録していただくだけで、毎日、毎営業日ですね、翌日用のデイトレ銘柄を抽出したものをですね、お送りしていますので、ぜひご覧になってください。ご登録してください。こちらは無料になっておりますので、トレードする、しないに関わらず、皆さんに届いた銘柄をですね、ぜひ参考にしてみてください。さて、昨日からですね、6月の新規 IPO ラッシュがスタートしました。まあ、といってもですね、まあ、昨日、今日でまだ2銘柄となります。来週は5銘柄、そして再来週は11銘柄となり、計18銘柄ですね。6月と18銘柄となります。まあ、去年の6月も盛り上がりましたよね。エニーカラーですとか、あとマイクロハ、EDP、マイクロアド、あとはマソーケン、M&A 総合研究所ですね。など盛り上がって、個人投資家の方々もがっちり稼いだという方多かったですよね。まあ、昨日新規上場で今日初値形成しましたアベジャも明日用として今日入れておりますのでね、一緒に皆さん見ていきましょう。では明日用の有望株はこれということで、7銘柄抽出いたしましたので一つ一つ見ていきたいと思います。まずは4444インフォネット、こちらは本日用として出した銘柄、見事ストップ高おめでとうございました。2579円ストップ高。今日は9時20分に朝もうすぐですね、寄ってすぐつけてましたね。247万3200株の出来高、さらにまた商い伴っております。まあ、何度も剥がれましたのでね、インフォネットで成り金約定分が30万5300株ということで、まあ、上場来の高値まではまだ届いておりません。まあ、上場した月ですねの高値、まだまだ3000、4000手前までありますけれどもね、そこまでは届いておりませんが、もう一段明日も買いが集まっていくか、インフォネット、こちら注目をして見ていきましょう。いい形ですね。できるか伴いながら大きく上昇、連日ストップ高となっております。で引き続き注目して見ていきましょう。2銘柄目2334のイオーレです。5月に2000円どころヒゲで抑えられておりましたけども、ね、手前で抑えられておりました。今日ブレイクしていきました。グロース銘柄となります。 17.15% できるか144万7700株、商い伴いながら上昇していきましたね。まあ、昨日のですね、安値も割り込む場面もありましたけれども、すぐに買い戻されたようですね。で、普段出来高がですね、全然ない、まあ、スカスカの銘柄となっておりますので、明日今日つけた高値、まあ、上髭ですね、2099円、10時52分につけておりますが、上髭を消化していったとしてもですね、まあ、通常よりも早めのですね、手締まいを心がけるようにしていただきたいです。まあ、理由としましては、いきなり連続売り気配ですとか、そこからの得売りとなってしまっては元も子もありませんという理由になります。ヒゲをまず消化する強さをより見せるかどうか注目をして見ていきましょう。3つ目、4772ストリームメディアコーポレーションです。まあ、定価312円、今日200円台突破、まあ、300円台突入しましたね。これまでずっと200円台、まあ、くすぶっていたというよりはこう上方向に動くながらの200円台だったんですけども、今日商いに伴いながら300円を突破していきました。367万1800株の出来高となっております。プラス 14.28% で、この勢いが明日も続くかということではありますが、まあ、今日の出来高を見る限りですね、まだまだ序章ではないかと見ることができます。まあ、5月付けた出来高急増の場面、
と比べると、まだまだ3分の1、4分の1くらいでしょうかね。まだまだとなりますので、まだこれから商い伴って上げていくかということで見ていきましょう。4銘柄目、5247BTM。また久々にこちら出しました。数ヶ月ぶりでしょうかね。5590円プラス 14.08%。出来高42万7900株という。今日ストップ高、何度もつけましたね。BTM。5倍よりでつけた銘柄となりますけれども、5600円、12時36分ですね。とはいえ、何度も剥がれましたね。踏み足見てください。皆さん、何度も剥がれています。そして結果、5590円で、着地をしております。まあ、ちょっと大きな目線で見るとですね、三角のような感じ、まあ、揉み合っているようにも見えるんですけれども、今日の出来高がですね、普段ないんですけれども、今日入ってきたんですね。これですね、これからスタートかというふうに見ることもできますので、まあ、今日付けた高値、ストップ高5600円どころをさらに上に抜けていくことがあればというふうに見ております。信用改ざんも減少傾向にあるということもありまして、まあ、上値が軽くなってきた銘柄。以前は上値重かったんですよ。それがだいぶ消化されていますね。高値を掴んだ人のロスカットも入ってきたことで、上に行きやすくなってきたと。ということでですね、BTM 明日見ていきましょう。もちろんこれもチャンスがなければ絶対にやらないようにしてください。安いから買うのは絶対にダメです。そして5銘柄目です。7610、定通、また再び出していきます。まあ、数日ぶりの定通。今日は243円と240円台を突破していきました。飽きない、入ってますね。1065万3300株となっておりまして、まあ、昨日と比べると、おとといと比べると、まだまだこう入ってきてますね。しっかりと出来高が伴ってきています。上髭を消化する強さを見せました。今日つけた高値が1時4分に245円をつけております。これをさらにブレイクしていけるか、まあ、定位株200円台ではありますけれども、勢いづくと強いですからね。引き続き定位通追いかけて見ていきましょう。そして6銘柄目、6301、小松製作所、日経平均採用銘柄となります。今日ギャップアップスタートしてからほぼ売りに押されることなく一段高3800円どころを突破していきました。強かったですね。プラス 5.12%、まあ、ただですね、デイトレードとしては場中値動きが定通とか BTM とかと比べると全然短いです。今日これだけでも 3% ちょっと 3.1% ぐらいでしょうかね。小松上限、今日の高安だけで見るとですね、さらに一段上げていくかどうか、まあ、日経採用銘柄ということになりますので、ね、気をつけた2時34分につけまして3850円をさらにブレイクしていけるか、小松製作所見ていきましょう。そして最後7銘柄目です。5574の今日初値つけましたアベジャーです。ちょっとずらしますね。こちらになります。上にも下にもヒゲをつけた状態で着地、5140円となっております。今日の出来高は311万5300株入っていますね。ホームページこちらになります。アベジャー豊かな世界を実装するということで、会社設立は2012年の9月ということで、11年目となります。アベジャープラットフォームというのがありましてですね、こちらを基盤として顧客企業の DX を総合的に支援するデジタルプラットフォーム事業の運営をしている AI 企業となります。で、公募がですね1550円だったんですけれども、初値がですね今日4980円をつけてのスタートとなりました。まあ、その後売りにも大きく売りにも押されましたけれども、激しく上下に動きましたね。まあ、結果的に陽線次元という形で終えております。まあ、公募価格比はですね、初値が、プラス3430円スタート、プラス 221% 増ということでですね、プラスしてのスタートとなっております。今日つけた上髭を明日消化する強さを見せるかということで、まあ、5000円台になりますので、上限は1000円となります。6140円どころ、明日、まあ、ストップ高をつけた場合6140円となりますので、今日つけた髭をさらに上に抜けていくことがあれば回線抜くということで、アベジャー見ていただくと良いでしょう。そうならなければ安いから拾うというのも控えるようにしていただきたいです。以上、明日用の注目銘柄全部で7銘柄となります。で、このチャンネルではですね、いろいろな銘柄をチャート分析していきますので、今ご視聴いただいている皆さんが分析してほしいという銘柄ありましたら、コメント欄にですね銘柄番号など記入していただけましたら順番に解説をさせていただきます。まあ、ご覧になった方、感想でも構いませんので、一言、あ、よかったとかですね、今日インフォネット取れましたでも構いませんので、書いていただけたら幸いです。
それでは本日はここまでといたします。皆様のチャンネル登録といいねボタン、もしよろしければ押してください。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。では失礼いたします。またお会いしましょう。